皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、なちですよ。はい、今回はチャレンジダンジョンですね、6回目だったかな、確か。僕はまだね、今日火曜日ですが1個も手をつけておりません。今回はレベル 1,2,3,4 やりたいと思います。5から1個ずつやろうかなと思ってますので、1,2,3 はまとる必要ないんですが、ほとんど、まあ、読んでなんか新しいね発見があるかもしれないんで一応やります。で、木があるんですね。木があるということはもう櫛などを使っていいんですね。なんでね、はい、うわかわいい。予想以上にだるい。予想以上にこの三色ダンジョンがだるい。三色だからこそだるいですね。全体だけでかましていけばこれ多分楽勝なんですけど、落ち込むが長いですね。というわけで、レベル1クリア。はい。ゴーレムですね。ちょっと待って。なんか死んだよ。ひどいなぁ。エーサンスで1名お亡くなりになりましたね。ひどいオーバーキルだ。さあ着きましたね。誰だ。あー、これシーサーベント、どうせ死ぬんでしょう。あ、耐えた。生意気だ。耐えたら耐えたで文句を言いますけどね。お疲れ様でした。というわけで 1,2,3 はまあね、死ぬことはないでしょう。あ、石ありがとうございます。はい、1の報酬がコイン50万かな。で、2が友情ポイント、3がチョキゴルですね。じゃあ4行きましょう。4から普通なんですね。じゃあもう使うか。ちょっと本気出しすぎかもしれませんけど、使っていきたいと思います。レッツラゴー。10改造もあんの。あ、お前か。こいつ確かね、10万ぐらいのね、ブレスをね、吐いてくるんですよね。ゴッドラッシュじゃない、ドラゴンラッシュとかだと。ディアゴルドスではどうか知りませんけど、確かね、2ターンのくせにね、体力ピンチになると使ってくるんですね。で、お前だよな。それはお前だよな。あー、めんどくさいな。スウェイ1個作っときゃいいだろうって発想。はい、お疲れ様でした。というわけで今回は御三家でしたね。4は意外と経験値多いし。で、タマドラ、あの使い方めんどくさいタマドラですね。というわけで次回からレベル5、レベル6、レベル7、レベル8、レベル9、レベル10はやるか分かりませんがやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。